こんにちは。NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。今日は画面を通じてあなたに霊気のエネルギーをお届けしたいと思います。瞑想が得意な方はぜひ一緒に瞑想を行いましょう。今、お体の調子が悪かったりしんどい方は横になりながらゆったりとこの画面を見ていただくか、あるいは耳を傾けてください。あなたの体を巡っている生命エネルギー。もしもそこに滞りがあれば、滞りを溶かし、整え、バランスよく調和の取れた状態へと持っていきたいと思います。そんなひとときを丁寧に一緒に過ごしましょう。では、胸の前で手を合掌できる方は一緒に行ってください。そして、霊気を使える方はそのままご自身の方法で霊気とつながります。この大いなる大宇宙、このあまねく満ちているすべてのものの根源となす最初のエネルギー、これを古代日本人が霊気と呼びました。あなたももちろんこの霊気から生まれ、そして太陽や惑星、すべての星々もここから生まれてきました。あなたの体の中をめぐる生命エネルギー、疲れや我慢、怒り、心配、もしもそのようなものにより、このエネルギーの周波数が本来の理想的な状態から逸れているとすれば、今からこれをきれいに理想的な状態に整えていくことができます。では、ゆったりとした姿勢で、このままご覧になるかお聞きください。どんな姿勢でも構わないですし、横になっていただいても大丈夫です。
Thank you.
では、息を吐き切ったら、意識をこの空間に戻してきて、準備ができたら、目を開け、瞑想を終えてください。どうぞこの後も、あなたが穏やかで心地いいひとときを過ごせますように。そして、あなたの大切な存在が、笑顔で過ごせますように。祝福と応援を込めて、今回のこの動画を終わります。この後もいい感じでお過ごしください。またお会いしましょう。さよなら。